プラハのセイバー・アッツ・ラフ協会、ヨセフ・ゴチャール、ジョゼフ・ゴカー。1880年5月13日セミイン1945年9月10日。一員はチェコの建築家であり、チェコ・キビスム運動の先駆者。チェコスロバキア共和国における近代建築の創始者の中の一人、ヨセフ・ゴチャールはチェコ工科大学の学生として建築を学ぶ。23歳の時に、 プラハの応用芸術学校にて建築家、ヤンコチェラの下で学び、初期の建築はこちらの設計手法の影響を受けたものを建てている。2年後、1906年から1908年の間はこちらの事務所に雇われ、当時はこちらが率いるマーネス教会に属していた。後にゴチャールと似た人生を歩むことになる同僚のパベル・ヤナークも属していた。当時チェコでは、 1901年のフランスの万国博覧会の展示に影響を受けたチェコ芸術家たちによっていくつかの画家の作品などが購入されていた。そして1910年にレインティペンドンツという展覧会をプラハで開いた。この展覧会によって影響を受けた画家、彫刻家、建築家は多く、後のチェコキュビスム運動のきっかけとなっていく。1911年、 プリズムとピラミッドの論文を出したパベル・ヤナークは、ピカソ・キュビスムに一部影響を受けた思想や、彼なりの思想とを混ぜた記述を発表し、これを機にチェコ・キュビスム運動が始まる。これは、こちらの合理主義建築の考え方からの脱出でも、あり、マーネス協会にいたゴチャールとヤナークは、1911年に造形建築家グループを結成した。 1911年に建てられたゴチャールの黒い聖母の家は、チェコキビスム運動における先駆的な作品となり、今日も、首都、ブラハの中心街に残り、有名な観光地となっている。また、ゴチャールのいたマーネス教会には、その他にも有名な芸術家などがおり、主要な建築家では、ヨセフ・ホホル、ウラジスラフ、ホフマン、オタカル・ノボトニー、彫刻家では、ヤンシュトゥルサ、 オット・グッド・フロイントなどがいる。また、ヤンコ・チェラの死後、コ・チャールは、プラハの応用美術学校の教授となっている。1914年の第一次世界大戦などの理由によりグループは解体される。1918年のチェコスロバキア共和国成立に伴い国家様式であるロンド・キュビスム様式を提示し、自ら命名する。文章などの表現を持つ、 この様式は、チェコスロバキア独自の表現形態となり、国民からの称賛を浴びていた。そしてこれは、機能主義へと発展していく。代表的な建築の中に、プラハのレジオン銀行がある。1925年のパリでの現代、産業装飾芸術国際博覧会にて、ゴチャールとヤナークの出展した、ロンドキュビスムの作品が、チェコスロバキア部門でグランプリを獲得している。 その後は、チェコのフラデツクラロベエの都市計画や公共機関の建設、住宅、教会など、キュビスム様式からは離れた作品を設計している。プラハのセーバーツラフ教会などがある。ありがとうございます。